十一回目です。はい、十一回目。ねもとさんのシニアライク第十一回。ええ、十回目。トン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 お願いします。はい。あの酒が入ってます。酒が入ってるとそうなんです。おいいじゃないですか。 なんて言ったら今日日曜日の23時ですからね、うん、ね今ね、はい。さっきまで映画見て、その後、鍋食べて、今、って<う>感じで、まあ、ちょっとだけ飲んでるんですけど。いいすみません、シリが滅裂になったらごめんなさいって感じです。あシリがね、滅裂になる可能性があります。酒が死ぬほど弱くて、自分もう一本ぐらいでベロベロになっちゃうんですけど。あそうなんだ もでもっとお酒飲んだことないからねね,ねわかんないけど佐野は酒飲めるの割と僕はね結構変わんない方かも、うん、飲んでる時はあんまり変わんないけどはいはいはい、はい、家に帰ってくると結構あのなんて言うんだろう家に帰ってきてからそう結構飲んだなーってのがわかるようなタイプ二、うん、日酔いとかまで残るまで飲んだことはある あるよ全然あるよあ全然あるまあそうだよね、うん、会社とかで飲み会とかああそうだねだしああ基本的にハイボールはやっぱそういう好きだからうんうん、うんうん、やっぱ知らぬ間にダメージが蓄積されてんだよなあれってまあそうだよな、うんうん、ハイボールってなんか物によるけど変な酔い方するようなちょっとウイスキーだからねそう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 うん まあ僕はもう弱いんで何飲んでもまあ1本ぐらいで結構読うんですけどうんそうかまあ佐野は人並みには飲めるぐらいのそうだねまあ普通だね<あ>うんそうなんだでもやっぱ飲まなくなるじゃないですか、うん、コロナ禍でねああそうだね飲み会とかもそう減るし、ね、ないもんね、うん、そうそれでやっぱ飲まなくなったから余計弱くなったなっていう感じはある正直 <laughs>、うん、ああそうなんだ飲める人もやっぱあれなんだねその 回数がなくなっていくとどんどん弱くなるんだうんだと思うよへえ最後に飲み会とかってしたのいつあでも割といつだろうあでも昨日 <laughs> <laughs> 飲んでた飲んでた <laughs> そうだね昨日っすねあ昨日飲んだんだうんでそうそうだだもうタイムリーだけど僕も今日2日目でうん、うん、結構昼まで寝ててはい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 うん 結構ダウナーだったわけだそうただね,ね、うん、我が社の研究によると我が社はい何でしょうあの我が社っていうのはその本当の自分の会社じゃなくて私の研究によるとね <laughs> そうですね,ですねはい我が社の研究によると二、うん、日酔いにならないねメタがあるんですよ、はい、あメタ方法があるとうん対策があります何です,何ですかそれはすごい飲んじゃった日の回答があるんですよはいはい、はい めちゃめちゃヘパリーゼを決めまくるみたいなことだよねきっとそのそうそうまあまあまあただまあもっと簡単もっと簡単なんですかそれはまあとりあえず飲んだ後にヘパリーゼは飲んだ方がいいまあまあまあそれはそうだね基本としてねそうそうそうまあそれはさ割とやるじゃないみんなうんみんなだけどね根本違うんですよ二日酔いになるメカニズムっていうのがですねあのこれはねぜひ聞いてる方やってほしいんですけど うん、あのねコンビニにポカリセット売ってるでしょありますねはいあの大きいポカリセットわかる9 0 0リのああ結構長いやつねちゃんとした量のやつで、ね、そう5 0 0百円ペットボったらそのまま大きくしたみたいなやつ、うんうん、あれを寝る前に絶対に1本飲み干す、うん、あれを一気飲みするのそうあれを絶対1本飲むへえあもうそれで そうちなみにポカリじゃなくてもあのイオンウォーターでもいいあそうなんだうんで、えー、これを1本飲んでおくとうん、うん、次の日ねノーダメージですそんな変わるあまあでもなんかその水分失われた水分とかがさなんか染み渡るんだろうなって予想はできるんだけどそう,そうそうそう結局アルコールを分解するのに大量の水分を使うわけですよ排出するのにねはいはいはい トイレ行きたくくななるじゃないですかそうよそれで、えー、なくなっちゃった水分水分がなくなっちゃった要はアルコールが分解できなくてアルコールは分解できるんだけど、うん、ただそのアルコールを分解した後の成分を外に排出できなくなっちゃって、うん、それが頭に残ったりするんだよね <laughs> だからとにかく出す入れるなんだよあーなるほどね。必要ななんか まあ、電解質とかって言うもんね、うん、<coughs> 必要なものってでポカリ飲んだらもっと余裕が回るんでしょみたいなの言うんですけどえでも俺それそれ思ってて俺も彼で、ね、あのね大塚製薬さんがちゃんと検証して<の>そんなことはございませんと言ってるんだ言ってるんで公式で公式で言ってますあそうなんそうだから回りそうと思ったけど一瞬そうそうね違うんでまあちなみにその 要は何て言うんだろうなそのアルコールを飲みながらポカリを飲んでるわけではないからねまあそうだね飲みながらポカリ飲んでたら意味わかんないからね、うん、もうそしてアルコールは吸収アルコールは吸収されないから、うん、体には基本的にその要は肝臓で分解するキャパを超えると気持ち悪くなっちゃって戻すみたいなねはいはい、はい、まあそうだねそう吸収をあ見た 今ねポカリスエット大塚製薬のホームページを見てたんですけど本当にお酒を飲んだ時こそポカリスエットっていうページがあるぐらい、うん、そうなんですよこれ大塚製薬が言ってるってことはそうなんでしょうねこれね <laughs> 知らなかった,かったその僕も要は水分不足脱、うん、水症状みたいなのが起きちゃって、うん、頭に痛いのが残るんだよみたいな記事をの、うん、読んだのよ、うん だからまあじゃあ水がぶ飲みするんだなって思って水をがぶ飲みしたんだけど、うんはい、割とねこう冷たい水をがぶ飲みするってのはちょっとしんどくてねそうだよね水飲めとは言われるけどさ飲まねえよそんなみたいな、うん、飲めねえしってなるよねだそのやっぱスポーツドリンクとかのとやっぱ飲みやすいからね<ー>でちゃんと体に入るから水分としてね、うん、そうこれがねいいんですよ ちょっとねやってほしいじゃないですかこれね完全に効くんで本当に本当にペロペロ寄った時に覚えてたらやるわそれを飲み会の後はコンビニでポカリ買うっていうのを基本に基本ルーティンにしておけばいいねそんな感じでお酒のお酒飲み後トークみたいなそうね からオープニングトークから始まりましたけど、うんはい、11回目11回目ということでねもういよいよ何にしようかって感じですね本当にまあでもね結局そうだね、うん、なんかまあ楽しかったこととかを話すラジオですから、ね、はい、うん、何かありました今週はあその感じだと今週は根本君からはなさそうだね <laughs> 今週はねいや本当に「すずめの戸締まり」にいたぜぐらいの感じですよあな何それそういう

うん、ちょっとここで何かを言うのは大変だなと思ってましたよかったうん,うーんそうね <laughs> <laughs> 佐野はねあの君の名も見てないし <laughs> マジでサマーウォーズって新海誠監督サマーウォーズは新海誠じゃないですよサマーウォーズは細田守です、えっと、細田守かえでもそんな感じだよねそのアニメとかをさちゃんと監督を覚えてみるみたいなのってさ うん、まあ結構気にして見てる人じゃないですかあの細田守監督のやつは、うん、あの狼何たらの<供>なんとかなんとかみたいなのは、うん、細田守よねそうだね、うん、そうだよねそうえっと「新海誠は君の名の前」ってなんだっけ 「君の縄」の前は「琴ノ葉の庭」っていう結構40分ぐらいのショートフィルムがありますその前が秒速5ル m あ秒速5センチメートルねそうの監督ですでも「君の縄」も見たことないんだねっていうそうかないねなる,なるほど本当にそういう題名の AV の表紙写見たことあるけど「<laughs> 君の縄」って書いてあの そうそうそう,そうあの青空の背景にあの縄首に巻かれてる女の子がじゃあきっこう縛りされてる女の子のパッケージがそうそうそう裏にそってるやつ、ね、そう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 見うそ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 うとうそうでうそ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 う 僕も僕もね、はい、実は今週1週間ぐらい、うん、あのアニメを実は見まして何のでしょうはいえーっとですね「アーケイン」ですね、うん、あネットフリックスのア、うん「アーケイン」見ました見たことないど,どうでしたよかったアーケインねよかったよよかったというかその作,、えー、作品が話として面白いとかっていうよりかはその、うん まあ、暗い話なんですよね、うん、基本的には、うん、で、うん、まあ兄弟のい話なんだけど、うん、ああまあうんかるわかるみたいな感じのああでそうなっちゃったんだねみたいなすげえ言っていいかまあ一年ちょっと経ってるからな全然いいけどねそのね「ーリーグ・ブ・レジェンド」ってまあロールね僕がこのラジオでちょこちょこ言ってるロール、うん リーグオブレジェンドっていうゲームがあるんですけど、うん、世界プレイヤー人口1億人ぐらいいると言われている世界で一番プレイヤー数が多いゲームのキャラクターあのねあのゲーム自体がすごいキャラクター設定がしっかりしてて、うん、もう世界観がきっちり作り込まれてるのよ、うんうん、でまあアニメができた、うん だよねそれ,のそれが「アーケイン」っていうアニメなんだけどあってことそ,そうロルが原作のアニメなのそうなんだそう<ー>だってもう、えー、物語一でがいまあいろいろ面白いからそれを見てロルやりたいっていう人もいるしいろいろやってる人が、うん、えあのキャラがアニメだったんでちょっと見てみようかなっていうので見る人も多いし、うん、僕は後者の方なんですけど。 ロルはやっててなくも入れるわけ全然入れる全然入れるなるほどねまああのそうロルンのキャラクターでジンクスっていうねちょっと結構パンクな女の子がいるんですけどそれとバイっていう結構正義感の強い女の

うん、上の世界の人間は魔法で世界を統一しようとするっていう話なんだけど、うん、その中で2、まあ、人のキャラがね途中で生き別れちゃうんですけど、うん、お互いにそれぞれの違う道でまた再会してっていうので、うん、これはね面白かったよアーケインは 3D アニメなんだねこれきっとそう 3D アニメで結構作画がね独特なんだよね うん、海外のアニメっていう感じでただね戦闘シーンとかすっごいかっこよくてでも結構評判いいもんねアーケインそう <laughs> アーケインねぜひ見てほしいですね、うん、そのゲームやんないしなーっていう方とかじゃなくても、うん、全然あのアニメとして普通に面白いでも見れるんだあ見れるうん見れるおすすめです友達に見ろ見ろ言われて1年が経ったと思うんで見ますそれは。 あ,言わ,あ言われてた言われてた言われてた多分、ね、<ー>その友達もロルをやってるあそうなんだうんおそらくねやってたそうそうだ、うん、ただまあそれをじゃあ見てロルでそのキャラ使ってロルを楽しめるかっていうとまた違うんだけどね <laughs> まあそれは別としてねそそれは別なんだよまたうんうんそうそ久しぶりにアニメをね一気見したよな何話ぐらいですか ?9 話なんだけど1話がね40分ぐらいなのかな 長いねそうあのね結構しっかり1話っていう感じでうん、うん、9話40結構長いなあ,あの彗水星の魔女みんな忘れた今日水星の魔女今何話俺7話まで見たよ7話って最新あの新あれだよねあのフェンネル使いのやつと決闘して勝った話、うん、決闘して勝ったとこまで見たよああじゃあ一緒だねうん でその後さその後が結構衝撃だったねやられちゃうんだ死んじゃうんだみたいな死んだのか分かんないけどあ,あのそのクローンみたいなねあえなみれみたいなクロ, <laughs> クローンの子がそのまま処分されちゃうのみたいな感じで。ね ハッピーバースデー歌いながらなんか来ましたねハッピーバースデーはねレクインですかね本当にだってあのあの子あの日を誕生日とされてあの日に殺されてるからねほんにどうかと思うよレクイーンなハッピーバースデーあの作品のあアニメにおいてねひたすら死んでいけたデスソングなのよちゃんと予想裏切られたなあの時うんんかまた落ちるのかなとか思っちゃって「どんなゲーム」かと思ったんすけど そんななこともなく、ね、でもこっからどう話がさあ展開していくんだろうね展開していくんだろうねまだ学園の息を出ないじゃんねなんか一貫してやりたいのはさその自分の人生と抑圧されたものへの何ていうんですかそのね自分の人生を生きるんだみたいなのがテーマですよね毒親だったりそのオリジナルと,、えー、とクローンだったりじゃないですか多分その流れで 次の五三家とかも出てくるんだろうなと思うんですけど。うん。そのね,ねテーマの軸に沿いながらやっていくんだろうな。あれ。スズが気になるね。<れ>ね。ガンダムって大体たクール分やるよね。うん、あそうだね。ニクール。二十五は。くらいやるよね。うん、もう七だけど。<ー>まだ,学だね。ね。どうなるんだからね。ちょっと気な臭くなってきたかなぐらいだね今。 そうだねうんガンドフォーマットね本当楽しみですガンドフォーマットそう,そう考えるとエ、うん「エヴァンゲリオンの7話」はまだ平和だったからな「エヴァンゲリオンの7話」ってどこよ <laughs> 待って<い>どこよいや「瞬間心重ねて」ぐらいじゃないの「瞬間心重ねて」ってタイトルが聞いても分からんよあのアスカとシンジ君がシンクロして使徒を倒す、うん、えっ、ー、と一緒に走るやつ 一緒に走るやつ一緒になんかレオタード着て一緒に走って蹴るやつ一緒に走って蹴るやつそうダイジェスト放送のやつそうかその辺かまだ明るいねそうそうそうまだ明るい純粋に面白いなっていう目で見れるまだやってるることがわか時期そうそう何やってるのかがそうなんだよ あのね、人に飲み込まれた辺たりからおかしくなってくるよねちょっと分かんなくなってくるからね、うん、なんか普通に見てるとあれ何が起きてんだっけみたいなそうなんだよなンゲリオンリも語らららせたら止まらないい人は多いですから、ね、うんエヴァンゲリオン難しいんだよなやっぱエヴァンゲリオン難しいよね難しい難しいやっぱ高校の時とかさクラスに1人はめちゃめちゃ語れるやついたけどさうん やっぱそいつの話何回聞いてもちょっとよくわかんないのよ、ね、なんで何かそうだねまあまちょっと<何>その何 <laughs> て言うんだろうファン同士での考察もあるしああそうだね行き交ってるもんね、うん、情,情報がおう,うそ,うそうおでついちゃってるし多そうそうなんだうねうそ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 りはうそう あの新海誠監督の作品が好きな方は見に行っていいと思います。うん。ほう。と思います。本当に新海監督らしいあの美術の美しさだったりキャラクターの表現だったり、うんまあ、とにかく本当に絵字から表情力とか、うん、もうその辺はずば抜けてるので、うんうん、あそうなんだって、えー、きなアニメっていいよね。うん、そう主題歌も やっぱりラットウィンプス。あ、うん、ライライライセですか。ライライ,ライライセイではない。全然,全然全然ですけど。ねライライライセな感じで,で、ね。ライライライセな感じで。今回はそんなに、そんなにミュージックビデオだぜみたいな感じじゃなかったけど。うん。うんまあ、ラットウィンプスも使って、いろいろ。うわ、マジでくっそいろいろ言いたいことはあるけど、まだ言えないわ。うん。ちょっと。来週かな。 来週,再来週かなうん,うんちょっとぜひ見てください皆さんもはいはいはいっていう感じですねあと何だろうな今週はいや俺も今週は本当にえっ、ー、と漫画を描いてひたすらゲームをやってたんですよ本当にあゲームやってたひたすらバイオハザードをひたすらやってましたおト何 ?88 までやりましたビレッジビレッジビレッジリ2リ,リー えっとエイトまでやりましたあー佐野もンはやったけどねうん怖かったねセブン怖かったよね怖いよねは怖いよ,怖い,よいろいろやったけどセブンが一番怖かった一人じゃできなくて、うん、その当時の友達を家に、うん、別に何の用事もないのに家に置いといてやってたもんい,ないその友達はずっと見てるの 見てるたまにも変わったりしたけどまあ面白いマジ面白い人の使い方するなちょっとさ家とりあえず来てくんねっつって一緒に見ててそうちょっとさバイオハンサーりたいてんだけど人質できないからちょっと一緒に見ててよって言ってでちょっともう怖くんクリアまでやったその時やったやった最後ねあの脱出してねうんそのたまに変わったりとかしてうん ちょっと怖いところはねうん変わ,変わりバンクやってたよいると心強いよなあのゲームそうねバイオハザードはねこういかにピストルの弾を使わないで頑張れるかみたいなところがあるからな弾を減らして回復アイテムのスロットをうまく開けながら <laughs> そうなんだよね謎解きのスロットもあるし、ね、そうあれがね気持ちいいよねなんかサバイバルホラーだなうそうなんだよサバイバルホラーだよね、うん ただやっぱセブンはさこうゾンビがうよよ来るっていう感じよりも、うん、なんかサイコな感じだよね、うん、そうだね純粋になんか洋画のサイコホラーの世界を歩いてる気持ちになるからそうだねなんか今までと毛色が違ってちょっと違うよねでもまた怖くてよかったよねそれがいや怖いよ怖いあれも怖かったもんイをりたくないねセブン最後ちょっとエモくなかったエモい エモいよねちょっとエモいよね最後ちょっとエモいなんかねえも<ー>いよ,同情するよな。うん、うん、なんかうわまあまあ分かるみたいな,なんか敵キャラにもちゃんと分かるみたいなのいそうこいつらも被害者なんだよなみたいなね、うん、そうそうんか別にお父さんのこととかあのお兄ちゃんのこととか割と嫌いになれないみたいなね,、うんうん、ねラスボスのことも嫌いになれないしっていう良さがあってなんか今までの2とか3とかって結構その、うん。うん 組織同士の戦いに巻き込まれちゃうみたいな感じだったんだけどそれよかなんかああいう最終的にはエモい路線なのもいいなと思ってエイトもめちゃめちゃいいですよだからあそうなんだやってみようかなめっち,ちゃいいって思ったけど一人じゃできねえわな本当に本当にいやマジでもう実況しに行くよお家に <laughs> じゃあそしたらやるんだったら。<laughs> 1>, もうンン1人じゃできないからね。えほ、っ、ら、と、ゲームは。そうなるよね。そう。うん、プレステ4って、あの、画面シェアできるじゃん。あ,あシェアプレイできるよね。そう、シェアプレイしてさ、友達にコントローラー投げれるじゃん、うん、オンラインで。ああ、できるできるできる。できるよね。れすごいよね。あの機能、すごいよね。すごい。 あの機能があったおかげでバイオハザード大体やりましたもうこの1週間うん、うん、1> 友達に投げたり投げられたりしながら<え>なんかコントローラーをねのプレイステ4はフレンドと一緒に画面共有ができてさらにホスト側から一緒に入ってるパーティーの友達にそのコントローラーの権限を渡すことができるんですよ渡せるんですよそう だからゲームソフト実質一本で二人が楽しめるみたいなそうなんだよねうん、うん、あれはすごいよ同じ部屋で一回死んだら交代なって言ってコントローラーを渡してるのと同じ状況がで生まれるっていう、ねうん、それでやったら割と怖くなくいけるよそれさ、うん、そのゲームやってる時さ、うん、家に彼女いるわけじゃないは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 い どういうその問題ねうんそうそれあるじゃんまあこの僕ラジオでも言ったかもしれないけど僕は一回ロールをやりすぎて怒られて怒られてあのそうなるほどねイエローカードぐらいまでいったことがあったんでどうしてんのかなと思ってそれこそ自分だったらさ多分本当に 自分が使えるまでやるしうんうんうんマジで本当に前提を覆して申し訳ないんだけど、うん、俺基本家にいて、うん、あの仕事したりしてるし、うん、彼女は基本あの会社員なので基本、えー、と最近のシフト12時から、えー、と9時とかなのねうん、うん、彼女のシフトがね。 だからうまいこと俺が仕事切り上げる時間をちょっとずらせばその時間彼女が帰ってくるまではもう好き放題ゲームができるああ捻出してるだけだそう自分はだって好きな時間に仕事できるからねあ<ー>自分の家ではいはいだからいや本当前提覆して申し訳ないけどあんまりそこで俺は <laughs> 喧嘩になったことがないああまあいやそうかなって思ったけどねう,うんそうなんですよね だから一緒にいるときあんましないかも、<う>友達とかとも、うん、そうだよね、そういや、たぶんそれがね、あの、普通だと <laughs> 彼女てます。大多数の男はゲームをしないのではないか、うん、どうだろうか <laughs>、それ怒られるもんな、怒られるじゃん。うん あのゲームってさ1回やりだしたらさ止められないじゃんそうなんだよね結構何時間かやっちゃうじゃんうんなんか俺バイオハザードとかは結構こまめにセーブポイントがあったりしてうん、なんかちょうどいいゲームだったんでその、うん、例えば彼女があのー、出かける時に支度してる1時間の間バイオやってるとかはあったああ<ー>そうそうそれは 全然,、うん、全然俺は支度終わってるから、うん、まあ多分化粧して服着て髪してねいろいろやってたら多分1時間ぐらいバイオできるなみたいな瞬間を見つけてやるっていうのはあったけどまあ一緒そうね一緒にいる時にやるはむずいなそうだよなうんゲーム好きな彼女とかと付き合ったことないっていうかあーないね 一緒にゲームをやるちはない彼女はいないですねああなるほどねいたらどうなってんだろうね,ねどうなんだろうねそれうん,なんか、まあ、趣味が似てるって、うん、いいとも言うし悪いとも言うやんそうだねでもね、うん、いい方が多いと思うんだよねああ<ー>うんなんだろうこうそのお互いに好きなゲームがあってなんか もう今私ゲームやってるから好きにしてればみたいな状況がお互いに生まれるみたいな感じだったらすごくいい関係なと思うんですけどなんか2人とも同じゲームがかぶってるのにもかかわらずなんか熱量が違うとかうまさが違うとかねあまあそれはあるんじゃないあると大変だよねうんでもそのゲームうまさまでは求めないかなあそうなんだ うん、もし仮にそういう人がいたとして、えー、あそう、うん、パ,パーティーになった人が失敗したらめっちゃ暴言入ったりしないのうーんと <laughs> 状況による状況による <laughs>、うん、あ,まあまりにもあまりにもあまりなプレイしたら暴言まあそうそうあまりにもお粗末だったら言うけど言うって言ってもその、うん、あの強い感じでは言わないけどさ<前>まあ、ね、友達とそう友達と、うん パーティー組んでやってたもんまあそうじゃんそれは、うん、多分そんなのどるとは思うんだよね,そ,だねそんな感じだよねうんそうね一緒にゲームしてくれる一緒にバロランとしてくれる彼女いたらどうなってんだろうな、うん、どうなるんだろうねうん<ー>うわ一緒にバロランとする佐野と彼女キモいだろう一つの部屋にゲーミング<ょ>一つの家にゲーム p c に台んの <laughs> ちょっと嫌だなうん <laughs> ちょっと嫌だけど で、2人の部屋にいのに Discord いでやってるわけでしょ、きっと。そうそう,そう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 。<laughs> やばいだろ。面白すぎるよな。面白いだろ、その構図。うん、共通の趣味とかないんですかああ、彼女とうん。共通の趣味はね、まずね、結構絵を描くことは共通の趣味としてあるよ、やっぱり。あそう、うん、絵はね、いいね絵はやっぱ二人とも描くから、うん、なんか。 今朝とかも,もうなんか突然ね朝ごはん食べながら突然うろ覚えでポケモン描こうぜみたいなこと言っててやり合って,て、うん、そういうのが普通にめちゃめちゃ楽しいですやっぱりえ佐、ー、野はね絵描けないんですよ <laughs> いやそうだね佐野の絵のイメージなさすぎるわピカソになっちゃうからなピカソになるのはすごいけどな <laughs> すごいことだけどなうんまあ、うん、そうだね <laughs> <laughs> マ,ジレ,ス <laughs> マジレスしか出ジレスしかたまあ皆さんに受け入れられてくれるかどうかっていうのはまた別としてう分かる絵が描けないってことよねそう分かる絵が描けないね、うん、でもあれさい,のいろんな話聞くけど絵もさ、うん、ちょっとやっぱこう、うん、コツがあるんでしょうコツでしかないと思う多分ねだからその描き方が分かればみたいなこと、うんうんうん そうそうそう聞くんすよ結局書き方と努力だよシルエットとかそういう話になってくるもんでもうんも、うん、いやそんなわけないと思うけどねそ,そんなわけしかないから <laughs> <laughs> マジでマジレスしか出ない <laughs> 本<当に> <laughs> ごめんなさい尻が滅裂だこれはまあじゃ、うんまあセンスというものをすごいその、うん ぶち当てられた感じがするわ絵はへえ絵を描こうと思ったことあるのないよないでしょない描けないからそれは描けないからだよいやそうなんかな自分が描けるんだったら写真とか撮るの好きだし描くのかなとか思うけど絵を描きたいっていう気持ちがまず謎だよなあなるほどねうん なんか絵のうまいとセンスってちょっと違うなと思っていてんかセンスって環境に依存してるじゃないですか割となんかセンスってその人が人生で見てきたものとかなんか学んできたことの集合なんですよね関わってきた人とかねなるほどね。 なんかか影響を受けたことか大げさに言うとなんか大正生まれの人には大正生まれのセンスがあるし、うん、イタリア人にはイタリア人のセンスがあるじゃん、うん、日本人がイタリア人のセンスの絵描けっつっても絶対できないじゃん、うんうん、だからもうなんかセンスの部分は諦めるしかないとして、うん、その絵のなんだろうな努力的な部分とかは本んにちょっとセンスとは違う部分だから。 なんか割と誰でもできるんだよってことをなんか俺は言いたいんだけど、うん、意外とみんなやっぱりセンスないからさ自分って結構言いがちいう,うんそれは何が悪いんだろうね何だろうね何が悪いんだろうね描き方を教えてくれない図画工作の授業が悪いのかな <laughs> 美術教育うん,うん そうだね、なんか「はい書いてください」みたいな感じで始めさせられてさうま、ね、い人「うまいね」みたいな世界だもんだね、うん。そうだよね。そ,りゃねよそれは伸びないと思うね、うん。そりゃ伸びねえよって思いつつそうするしかないもんななんか。と思った。書き方があるんだったら教えてくれりゃいいのになっていうのは思ってたね。ね才能はねあんまり あんまりないような気がするけどセンスは絶対にあるでもなんかその人が<ー>その人が好きなものみたいなうん、うん、こういう書き方みたいなねなんかこう,う、うん、だって「賓入が好きな人に巨乳書いて」って言ったって絶対センスのいい貧乳のんセンスのいい巨乳の絵は出てこないからその人が貧乳が好きっていうセンスだからさ絶対に、うん、それはあるなうか、うん、なるほどねただなんか自分はあれですね 多分なんだけど、結構なんか絵に対してもしかしたらモチベーションが生まれた時からあったっぽくておお<う>なんかね。子供の頃、一番最初に絵を描いた記憶が仮面ライダークウガの記憶が残ってるんですよ。仮面ライダークウガの角って結構難しいんですよね。仮面ライダークウガの角ってなんかあのー？ カブトムシみたいなやつそうカブトムシではないなんかね冠みたいな感じ子供が<ー>子供が左右対称に描くにはね結構ね難しいちょっと待って見るわ仮面ライダークーが俺が一番最初に絵を描いた記憶それなんだけどいや意外と簡単だなでもコウモリみたいなでもねこれね<あ>子供がはいはい、はい、これ子供がね描くにはすっごいむずいのよ これ我のの世代の仮面ライダーだなそそそうそうそうこれがねもう描きたくて描きたくてずっと重調帳に描いてて、うん、でもう描けなくて悔し泣きをしたの。<う>でそれを見かねて父親が隣にクーガを描いたのよ。うん、まあうまいのよ大人が描いたらこんなのシルエット簡単に撮れるからさ、うん、もうそれが許せなすぎて<う>次の日ずっと重要帳にクーガを描いてたの。 っててう記憶が残なんかそれは普通になんか絵を描くモチベーション最初からあった方なんだろうなっていうのはちょっと思うへえんかね今週何喋ってんだか全然分かんないんだけど俺今週はアニメ界だねアニメ界かアニメ界だそうで今週はお便りはないと今週はないですねあでもんかさあの僕自分の SNS とかでラジオこうやうん 出こうやってるんですけどはいあのお知らせをね「なんかラジオやってみたいだね」とは言われるんですけど「聞いてくれ頼む」それはリアルで言われるのいや言われる言われるああそうなんだあのラジオ何なんですかみたいなあった人にそういやもう聞いてくれ聞いてよそれは結構面白いと思うんだけどね面白いよねラジオ 自分で気出て,てもなクスってしちゃうときあるもんな。うん。面白い回あります、割と。うん。ね今んとこは何回がお気に入りですか今んとこ、そうですね。うんねんんどんな回があったか。どんな回があった。え、でもやっぱ佐野って何者じゃない第9回の。本当にいや、俺これ先週してて面白かったけどな、俺は。あ、そううん。そうだね。第9回がおすすめです、俺的に。あ佐野はねあのー 彼女と喧嘩したかシャープ4は結構好きですかそうもう男の生き物としてのそのねああそうだね話<と>かそうだね結構なんかうんしてたよね恋バナっぽい話をしてたねうん,うん,うん分かったマジで恋バナ会作りましょう分かった <laughs> 来週あたり、ちょっと一発恋バナ会を作りましょう。いいでしょう。これは結構、確定でやります、じゃあ。よくないですかちょっとあんまやってないと思うんで。なんかいつもゲームとかさ、旅行とかさ、漫画とかさ、なんかそういう話しかしてないからさ。なんかリアルな、ちょっとパーサーのところでね。そう、リアルな27歳の恋バナをしたい。いいじゃないですか。 ちょっとまた来週も酒飲むかもそしたらじゃあそれは僕も酒飲もう <laughs> お願いしますうん酒飲みながらやるわ <laughs> そうだねそ,その方が良さそうだね深夜イク的にもねそう,ねそう確かに深夜イクだからそううってね、うん、深夜テンションでやるべきものだからそうだねじゃあ今週はこんな感じですかこんな感じですねま40分喋ってますからね喋ってますはいありがとうございます 引き続きお便りなどもお待ちしております。深夜ダイでは引き続き皆様からのお便りを募集しております。お便りはミッドナイトカーペンターゼロ八アットジーメールドコムまで。感想や質問など。質問ね。どちらしお願いします。はい。そんな感じで来週は恋バナ会をやろうと思ってます。はい。それでは急遽ね。急遽決まりましたけど。はい。 じゃあ、えっ、ー、と、根本さんの深夜大工第十一回、えー。お相手は根本と。そうでした。おやすみなさい。おやすみなさい。